ンがいてアイドルっていう存在だからこそ超えられるものがたくさんあるので、お父さんとお母さんのおかげで私はアイドルになれたので後悔のないアイドル人生にしたいです。今はもうみんな一つに向かって同じ夢に向かってる感じがあるから、ね、見えたんですよ光が。だから SK を本当の一番にするまでは絶対やめられない。松井純里奈、そのジュニアさんを見てるのが苦しくて、守り方も分からなかったし、スキー終わっちゃうんじゃないかなって。私たちも一緒にこの夏ジュニアさんと過ごせると思ってたから、大事な10周年の夏だったから。ジュニアさんがいないからダメになったって言われたらやっぱりもうそこまでになっちゃうから、逆に強くならなきゃと思ったんで、先輩たちだけが SK48 じゃないんだぞって、これからは私たちの世代が SK48 を引っ張っていきたいなと。ジュニアさん帰ってきて不安にさせることなんて絶対にしたくないし、みんなでもっともっと見たい景色もたくさんあるだろうから。